皆さんこんばんは、ゆうちきです。今日は雑に止めるべ、行こう。水を 500ml 温めます。ちょっと温まってきたら鶏ガラスープの素大さじ2。じゃあここに豆苗をぶち込みます。ちょっとしなってきたら、豚肉投入。今回は薄ロースですね。はい、ちょっと火通ってこんなになったら完成。はい、ということで完成しました。これにポン酢をつけて食べていきたいと思います。ではいただきます。このお肉をですね、この豆苗に、巻いて、豆苗がちょっと多いんですけど、ちょっと多めに巻いて、このようにしてポン酢にねつけていただきます。うまい。豆苗だけでもいいですかね。うん、豚肉が少ない人は豆苗だけでも十分食べれるんで。これ豆苗じゃなくて白ネギでも美味しいですね。白ネギでもお肉に巻いて食べれるん でこれはお肉は自分は豚の薄切りロースが自分おすすめですね。これは一人暮らしの人がちょうどいいんじゃないかな。もうこれ温めながら豚肉をねしゃぶしゃぶしながら食べるっていうのがほんまうまいですけどね。家族やとちょっと難しいかもしれないですね。まあ一人でなんか食べるときにちょうどいいと思うんで、うん、やってください。結構豆苗全部ってめちゃくちゃ多いんちゃうと思うかもしれないですけど、自分豚肉8枚ぐらいなんですけど、豆苗だけで食っていいバランスで食うとね、ちょうどいい感じに終わるんで、ちょうどいいと思いますよ。全部入れても大丈夫だと思います。ごちそうさまでした。いやー、美味しかったですね。まあ豆苗と豚肉だけで、まあ、簡単に、あと鶏ガラスープの素をね入れれば簡単に作れる料理になってますんで、一人暮らしの方とか特におすすめですね。やっぱしゃぶしゃぶして食う方がね、こうちゃんと巻けて美味しいと思うんで、出来たてでね美味しいんで、できる人はしゃぶしゃぶの、まあ、火の上でやってくれると、ちょっとその時は食べる時危ないんですけど、気をつけながら食べるとめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ皆さんもやってください。ということで今日の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。